はい、宮城県の気仙沼から来た。うまいわ。おお、いいですね、缶のイワシ。ちょっと差があるな、やっぱな。うん、これがいいかな、おろしてみよう。はい、こちらの、ね、気仙沼のイワシなんですけど、箱の中はね、結構痩せてるイワシと太ってるイワシが混合してるような感じ。一番太ってそうなイワシをおろしてみました。見てください、この内臓脂肪。この時期なのに卵も持ってました。身はね、皮目が真っ白です。しっかりと脂も乗って、血合いも綺麗な赤色してますね。缶のイワシは最高です。うまい。旬を食らおう。